がきっぷさせないですか。何でそれ。道がきっぷさせない。道がきっぷさせない。何が？俺のある。今の私持っててね。次の豊橋終点です。出たもんで。ちょっとピータリは。ピータリです。ちょっとピータリ。人も変えてピータリ。そんなこと。人も隣。さっきの2枚。2枚。これはね。これ。これを置く。あ、これを置く。ん？何が？あ、そう。あ、本当だね。あれ？じいじ持ってくる。じゃあじいじ持ったのか。あ、そんなにいいです。本当だ、いいな。何も驚かない。うん、そんなにいい。ないもんでね。そうだ、ごめんね。これ乗り換えて。乗り換えて。ちょっと、ちょっと、乗り換えて。乗り換えて。乗り換えて。うん。起きて、何時か。起きて。どういう桜だよな。何？真っ白くなった桜だと思うんだよ。桜？でも、ザクサイとかね。かわいいね。かわいいだな。ちょっと休暇したい。
何キロあるの？4キロ。家から家からね、学校まで4キロな、そんなに遠くない、ね、そうだね、まあまあ昔で思えばあれだね、あれ広あそこの細い道行くって、えあそこの2つの通る道、学校行くに違う、旦那さんの英語で覚えたやっぱり、タクトミーはこれからパソコンを書くカイドウ、カイドウ、あ、カイドウも通るんだ、タクトミーにはこれからさ、パソコン、パソコン書く、うん、バスが歩いて、歩いて、歩いて時間大丈夫、45分ぐらい、死ぬという、ね、暑さっていうのは、ね、アフリカの方でしか、ね、無理だよ。日本では死ぬという暑さなんてないよ。世界国によ。あるかも。あるかも。日本でさ、寒すぎて死ぬっていうのは。さあ、北海道くらいね。北海道くらいかな。北極は？北極知らん。北極は60度くらいかな。南極が80度くらい。インド行った時は夏だったあれ。いやー、インドはとっても暑いかもよ。